こトントコイトトアシスタントのひくちゃんです。はい、今日もこの2人でやっていきますよ。はい、今日は12月の4日金曜日です。はい、皆さん今日のテーマはバラの休眠。はい、バラの休眠どうでしょう皆さん。微妙ですよね。最近もう温暖化で暖かい日が続いて、なかなか寒い日が連続で続くってないですよね。バラの休眠は最高気温が7度以下、最低気温が4度以下が数日続くと休眠に入るということになってますけども、僕の住む愛知県、今現在、7度ですね。寒い時もありますけど、その時もなかなかそこまでずっと4度以下ってないんですよね。最高気温なんかもう14度とかいっちゃいますからね。それでバラたちはまだまだ成長してるんですよね。微妙です。昨日もインスタグラムのフォロワーの皆さんと話をしてたんですけども、つぼみどうすると、もうこの暖かい日もあってつぼみ赤く色づいているつぼみ、黄色く色づいているつぼみどうすると、なかなか切れないですよね。成長し続けてるのでなかなか切れないです。休眠促進とはいえ、もうちょっとずつ毎日大きくなっているつぼみ、なかなかカットできないという話で盛り上がっておりましたけども、葉っぱでさえ今まで大切にこう病気や害虫に気をつけて育ててきたこの葉っぱでさえむしるのも、なんとなく休眠促進とはいえ気が引けるんです。それなのにもう綺麗な花が咲くかもしれないつぼみをカットはなかなか辛いですよね。それなんで、まあ色づいたつぼみは残して、もうつぼみのない子たちから休眠させようかな、そうしましょうかねという話で落ち着きましたよ。それなんでつぼみがもうない子、そういう子から冬の準備をしていこうと思います。そしてつぼみのある子たちは今日ちょっと皆さんと一緒に見てって、この12月の4日から開花することができるかどうか実験していこうと思いますよ。はい、お正月までに開花するかもしれませんしね。はい、ではでは本日も最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、色づいているつぼみといったらこちらですね、ジョセフィンブルース。なかなかいい感じにつぼみがついて赤い色も見えてきてるよね、くーちゃん。綺麗なバラが咲くよね。はい、そうなんです。これをなかなかチョキンとカットすることはできないよね。そうだね。もうちょっと様子を見ていこうと思いますよ。なでなで。この辺なんかもう咲きますよね。この辺はもうつぼみというかもう花という感じです。こっからちょっとずつ本当に咲いてくるんですよ、この時期は。はい、これはやはり開花させますよね、苗間。まだまだ上の方につぼみがありますよ、こんな感じで。これもやっぱり咲いてもらいたいよね、くーちゃん。そうだね、き
と綺麗な花が咲くよね。でもこのスピードだと1ヶ月ぐらいかかりそうかな。そうだよね、微妙なとこです。こんな感じとかねうん、そうだよね、こんな感じ困るよね。うん、これはもう間に合うかどうかってとこだよね、くーちゃん。うーん、そうだね、この子は間に合うかな。本当に微妙なとこです。はい、そしてこちらナエマ三姉妹、相変わらずまだまだ咲いておりますよ。同じような感じでもう4姉妹になってきてますね。ちょっとずつこちらの、はい、真ん中の苗間も開花してますよ。ああ、香りは相変わらず最高フルーティーです。うーん、最高最高。この真ん中の子が咲くかな。サクサク咲くよね、この子はね。あと10日もすれば咲きそうですよ。あー、いい香りです。特にもうこの辺なんかくーちゃん、ほら見てごらん、新芽が出てきて、ほんとだ、新芽が展開してきてるよ。これもう様子としてはこれ春先です。もういよいよこれ今から春が来るかなって思っちゃってるんですかねこの子エンジェルフェイス、こちらもそうです、春先の様子です。もうこれ新芽展開して、さあ今からつぼみつけて咲かせるか、春が来るぞって感じですよね。そうだってこの辺なんかも直近したり、これ葉っぱ落としたりっていうのはちょっとどうでしょうほんとにもうなんかこの辺のもうつぼみとか、この辺の新芽のこの赤いかわいいこの展開してくる葉っぱを落とすのってほんと切ないですよね。皆さんそう思いませんか。もうここをなんかこう囲ってビニールハウスで温めてやりたいですよね。そんな気持ちになります。もうつらいです。これ直近直近するその勇気はまだないですね。もう少し寒くなってこれが死弾となったら切っていくとしましょうかどうせ冬は来るんでしょうけどもねここは微妙です。これはちょっとこれもトライしてみましょうか。うん、色づいてはいないけど、摘心もつらいけど、こういうのをカットするのもつらいですね。はい、こちらのシェーラザードは綺麗に咲いてますよ。つぼみもつけて、微妙なとこです。あー、香りは最高ですね。もうこの辺のつぼみは間に合うのかどうか微妙なとこだね、くーちゃん。うん、そうだね花持ちもいいということはつぼみの成長も遅いということですよね、皆さん。あー、香りは最高、とっても爽やかフルーティー。そしてこちらの、はい、川本バラ園さんのそうちゃんも、あー、今日もいい香りだー。あー、最高最高。よーし、この香りを、はー、
元気のもとにして今日も頑張って仕事に行って参りましょうね。くーちゃん、うん、頑張れ頑張れ。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。この休眠前の時期、12月の時期は本当にバラのつぼみ、どうするか迷っちゃいますよね皆さん。はい、ちょっと様子を見ながらカットするかどうか決めていこうと思いますよ。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。俺は客だぞ、飯も食べるぞ、風呂にも入るぞ、みんな起こせ。はい、これが分かった方は相当のジブリ好き。